スカラ座は愛知県豊橋市広小路一丁目にあった映画館。愛知県豊橋市は東三河地方の中心都市である。1901年には朝日座で豊橋発の活動写真の上映が成功。1940年末には豊橋市街地に八館の映画館が存在し、1945年6月の豊橋空襲によって一時的に、 市街地から映画館が消滅したものの、戦後には相次いで映画館が再開館した。1957年の豊橋市には10館の映画館があり、日本の映画館数がピークを迎えた1960年頃、豊橋市の中心市街地には12館の映画館があった。1962年に広小路一丁目に広小路日活会館として開館。運営は 中日工業。鉄筋コンクリート作り4階建て。607人収容。1963年3月に洋画風切り館のスカラ座に解九1967年にはキャバレーがあったビルの地下に洋画主体の広マン八89席を開館。1975年には広路ロ,ロマンが三行座に改称。 1984年には大規模な改装を行い、2階にスカラ座1を、4階にスカラ座2を、地下のみ、雪座を、スカラ座3に改称した。スカラ座の収容人数は607人で、豊橋市最大級だった。正月や盆などは、一般映画、それ以外の時期は大人向け洋画の上映が多かった。1999年には、 豊橋市郊外のホリデースクエアに日本最大級のシネマコンプレックスである AMC ホリデースクエア18豊橋が開館。競合のスエスカラ座は2001年2月に閉館した。なお、同時期の2000年には豊橋小築開館ビルがスカラ座と同じ2001年には豊橋東映劇場ビルが相次いで閉館しており、 豊橋市から従来型の映画館が消滅している。同じ広工寺には、モーニングサービス発祥の地とされる、喫茶小馬があったが、スカラザと同時期に閉店となった。2002年11月から12月には、旧スカラザの4階と、旧豊橋西部東方を会場として、豊橋青年会議所が、豊橋町中スロータウン映画祭を初開催した。 2003年の第2回映画祭、2004年の第3回映画祭は、スカラザが単独で、会場となっている。2005年春には、スカラザ跡地に、カラオケ店がテナントとして入居し、映画祭の会場は、豊橋グランドホテルに移った。跡地のスカラザビルには、カラオケ店、居酒屋などが入居している。戦後の豊橋市中心部に存在した、映画館。 ありがとうございます。